キムヒョヌ、3度目の飲酒運転で摘発の報道、ハートシグナルに、出演で活躍写真イコールチャンネル A、ハートシグナルに、放送画面キャプチャー総合。編成チャンネル A、ハートシグナルに、に出演していたキムヒョヌが、飲酒運転をして摘発され、罰金刑処分を受けたことが分かった。1日、スポーツ傾向の報道によると、キムヒョヌが飲酒運転の取り締まりに引っかかり、先月20日に1000万ウォン、約100万円の罰金刑判決を受けたことが伝えられた。このメディアによれば、キムヒョヌは4月22日午前3時ごろ、ソウル市中、春、区体経路、テゲロ、近くで飲酒の取り締まりに引っかかった。摘発当時、キムヒョヌの血中アルコール濃度は 0.238% で、免許取り消しレベルの数値だった。キムヒョヌの飲酒運転は、今回が初めてではない。彼は2012年にも飲酒運転をして罰金400万ウォン、約40万円を宣告され、翌年に再び同じ罪で800万ウォン、約80万円の罰金刑を受けたことがある。キムヒョヌは6月に韓国で放送が終了した、ハートシグナルに、で活躍し、最終選択で女性出演者イムヒヨンジュとカップルになった。